きましょうということでね、恥ずかしいから早口になってたで勝手に頑張るやな、真ん中に一緒に頑張ろうとすんなよ、みんなで行こうとすんな、止まる死んでるしな。僕らってディズニーランドの都市伝説検証を結構やってきたじゃないですか、はい、隠れミッキーとかをよくやるんですけど、調べると USJ にも隠れミッキーがある、ジュラシックパークのところのアトラクションの服がミッキーって書いてあるとか、どっかの建物上から見るとミッキーの形になってる、ね、真上から見るとね、紆余曲折あって今はないとかいろいろあるんだけど、そうだね、確実にドナルドダック、ドナルドダックだけは確実にいると、いるらしいのよ、絶対ありえないじゃん、ドナルドダックに関してはもうそれドナルドじゃないから。でもネット調べても詳しくここにあるよっていうのはなかったんですけど、はい、ちょっと今日それを解き明かして楽しんでもらえるように行きましょう。いやもうミッキーだよ、サーティワンの前にある看板、これ隠れミッキーなんじゃないか、はい、もう歩いてるだけでどんどん見つかるのか、もう探そう、もうこの辺とかもちょっと疑惑だよね、いやまだ疑惑でしょこれ、いや疑惑だけどちょっとこれは無理かマンホールもだってこの配置にしなくていいもん、じゃあしなくていいけど、じゃあここくっつけろよ、ライブショーモンスターロック&ロールショー、通称ロクモン、二手に分かれてて見つけました、あった、あった、あ、マジ、ね、こっちです、あいつがあってこう来て今のとこ難しいよ、バスストップがあんじゃん、うん、そこなんですよ、なるほどね、もうまずここを見つけてください、うん、まあ、女の子のなんかグッズみたいなのね、そうだね、ミシンがあったりね、斜めの絶対そうだよ、ここなんてもう今いるもんな絶対、うん、これはもう、あ、顔描いてあるわ、うん、完璧に見える、はいはいはい、もうこれ完璧ですよ、ちょっと読みづらいけどドナルドって書いてある、本当だ、はい、ということでね、はい、手前のね、洗濯とか関係なく手前の机に置いてあるやつね、これはね、絶対なぜなら後ろにドナルドって書いてあるはい、はいはいはい、あ、ですか、そうですね、うん、いいと思います、ぜひ皆さんも探してみてください、はい、はい、今日のミスターマイボンドでした、はい、ぜひチャンネル登録してください、はい、また明日、ありがとう、行きます、あ、そう、かっこいい、おお、すげえ、すげえ、連発だけどね、すげえ、全然違うじゃん、ね、言われてることと、ね、普通に喜んだ、いや、すごい、すげえ